東京ウエストサイド物語は NHK 首都圏放送センター制作による八王子発地域ドラマとして NHKBS プレミアムにて2015年12月2日に放送された日本のテレビドラマ主演は早見あかり2016年2月14日に再放送2016年4月18日に再再放送された地上波では 関東地方向けに2016年7月29日に金曜愛惑で初放送。東京で初めての地域初ドラマはウエストサイド物語をもじったドラマで全編が八王子市が舞台となっている。エキストラキャストには八王子市役所職員や地元の学生らによって演じられた。ポスターは日本工学院八王子専門学校の生徒の中から決定した。 また、番組直前には、BS コンシェルジュの公開収録が11月16日に、八王子市芸術文化会館一員ホールで収録され、その模様は11月27日に放送された。主演の早見明かと羽田美智子が出演した。主人公の高山美音子は、大学4年生。しかし就職先が見つからない。その時母の春江が、芸者になる。 を発言し、峰子も傾斜に悪戦苦闘する。そして、八王子祭りでのクライマックスへ。内はドラマ設定年齢。ありがとうございます。